おい、待て。まもなく出陣だな。張り切って活躍するのはいいが、お前のことが心配なのだ。無茶はするなよ。何、別に用ってわけでもねえんだけどよ。ちとおめえのことが気になってな。それだけだ。待たれよ。そなたとは一度手合わせをしたかったのだが、いかがか。武で愛を語るは無謀の極みか。ごめん。待つがいい。お主を見ていると思想が湧く。明明たること月のごとし。月は明るく照らすが手は届かぬ。だがいずれこの手に。この戦が終わったらおいらと一緒にご飯食べような。一人より二人で食べた方がうまいんだ。本当だぞ。間に合った。戦の前にな、お前の顔を拝んでおこうと思ってよ。よし、これで心置きなく戦える。無事に帰れたらまた来るぜ。お待ちくだされ。御身がいると拙者の部が一段と冴える。何故か、ぜひ一度
拙者の修行に付き合ってくだされ、お頼み申す。お待ちなさい。ああ、やはりこれを美しいと言わずに何と言いましょう。いや、美しいという言葉では足りません。出直してきます。ああ、待たれよ。自分はこれまで民のための盾足らんと務めてきた。だが御身のためならいつでも盾となる。覚えておかれよ。待て。その顔をよく見せてくれ。まさに渓谷の美女だな。ことによると国をも滅ぼしかねぬが、私がそうはさせぬ。お待ちください。あなたのことが気がかりでここまで来てしまいました。私としたことがはしたない真似をどうかお忘れください。お待ちください。あなたの奏でる旋律にはいつも聞き惚れてしまいます。今度あなたのことを歌に、いえ今の話はお忘れください。おい、待ってくれ。あんた、明日の夜は空いていないか？よければ食事でも。この奇襲は失敗かな。あ、いや、今の話は忘れてくれ。
待たれい。それがしは無人ゆえうまいことは言えぬが、そなたが健やかならんことを切に願う。以上だ。待って、話がある。私、あなたに少し興味が湧いてきたの。お互い生きていたら、また会いましょう。いや、少し時間もいいかな。あなたはとても魅力的だ。戦場でも、それ以外でも。今度、二人きりで会えないかな。返事を楽しみにしているよ。